じゃあまあまあそのガイズメンバー俊二はどんなイメージというかどんな人ですか？なんかね、キャストが決まってこうネットでこう見るじゃん。うんうんうん、あ、五十嵐俊二、あ、この子かみたいな、今時のかっこいい青年少年ですねみたいな感じで思ってて、で現場行ったらただのアホの子だったやめろ、この YouTube を見てくれてる人のイメージがさらに壊れるやろ仕事は一生懸命だけど、なんかプライベートっていうか空き時間とかは本当にただのアホな子、19歳、ただの五十嵐俊二になるみたいなそうそう、一番年下だったし可愛がられ上手だったから、そうね、面白かったよねそう、じゃあてっぺいは、てっぺいちゃんはあの芸達者な子がいらっしゃるなと思ってそう、子役からね、やってたって聞いたし、年はね、若いけどベテラン感な感じで頼りになるって感じですかね。おお、なるほど。じゃあジョージは、ジョージは一番イメージと違った、あ、最初思ってたイメージとってことね。そうそう、なんかジョージもまあ最終的にはアホだったんだけどなんか最初はねクールな感じでちょっとこう近寄りがたそうなツンとしたイメージだったんだけど、喋ってみるとすごい気さくなお兄さんで一番話しやすいかったかな。じゃあ好みは、好みは最初会った時は衣装合わせだったかな。言っていいのかな、年齢を聞いたんだよね最初、年上か年下か同い年ぐらいかは知りたくて、そうで聞いたらちょっと言えないんだみたいなその頃な、好みあの年齢非公開にしてたからなでこうちょっと仲良くなるにつれて年齢聞いて、それであ、そっかそっかと思って、まあそれにびっくりしたんだけど、やっぱりこう空気が読めるからさ、皆さんをこうまとめ上げるお姉さんみたいな、まあまあ最年長ですしね、そうそうそう、やっぱりお姉さんでした。プライベートでも、あ、そうなんや、可愛がってもらいましたで、マリナは俺のことをこう初対面とかさ、どんな風に思ってたんですか？あのね、これみんな言ってるけどもうなんかわかったわ今のねなんかね、あ、怖かったよね起爆ぞ最初は怖かった、アジスタで会った時ですか？うん、あ、違うよ、私多分ね、みんなより早く、そうや、お前一人だけツインリンクモテキで会ってんや。あ、そうそう、そのなんとかレース場みたいな、うん、そうそう、そこでね、一足先に竜と未来とガイズに勧誘されるシーンだよね。そう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 、なんかロケバスに乗り込んできた時が最初かな怖かった、すごい、何がやねん未来くんは稽古とかで会ってたから、そうそう、竜役の人、あ、今日初めてだみたいな感じで、あの挨拶しなきゃって思ってたんだけど、なんか緊張しちゃった覚えがある怖すぎて怖すぎて言うな夢が壊れるやん最初はその怖いっていう印象しかないね。しかないんかい。初対面で思い出したけど、それが私メビウスで初めてのシーンだったの、撮るシーンが。あ、マリナは？そうそうそう。で、すごいこう頑張んなきゃと思ってたんだけど、前日にね、胃腸炎になって、多分空き時間とか多分ずっとトイレで吐いてたの。マジでか。多分39度南部とかあって。マジ？うん。顔色も悪くて、うん、その時に思った、すごい、こんな体調悪くても休めない仕事なんだってそうやな、穴開けたら大変なことになるじゃん、うんうんうん、お兄ちゃん怖いし、ちゃんとやんなきゃと思ってそう、でもこうね、ただのシャイボーイだったんだってあんな、それみんな言うねんけど、それやめてえ、だってそうじゃん、ツンデレじゃん。誰がツンデレやねん。お誕生日会とか企画とかしてくれて、リュウさんがね、あれってなってきてで現場でもちょっとずつ喋るようになって、あー、シャイだったのかと思ってなるほど、強がってただけなんだ、しまくぞ体
恥ずかしがり屋さんだったんだな。しばくぞ。なんかただの気のいいお兄ちゃんなんだと思って、もう後から遠慮がなくなりましたね。そうやな。うん、だったと思うわ。マリナのさ、誕生日って何したっけ？バーベキューがてっぺいちゃんで、そう、ディズニーランドはリュウちゃんでしょ。うん、私の時は多分ね、新宿かどっかのお店じゃなかった？好みにどっかでご飯食べようって連れてかれて、うん、ここだよって席通されたらみんないたみたいなのを覚えてる。あ、そんなサプライズ的なことやりましたか？そうそう、それでなんか泣いちゃったら、あ、またマリナ泣いてるよみたいな。あれですか、未だに涙もろいんですか？あ、涙もろい。クレヨンしんちゃんでも泣けるから。いや、しんちゃんはな、あの映画で泣くよ。泣くよね。映画は泣く。え、今さ、誰かと会ったり連絡したりしてんの？全くしてないんや。してないよ。へえ。番号とかも分かんないかな。もうだからグループラインにつなげてあげて。そうだね、グループラインでつながれたから、それまでは全然もうね、芸能界もやめちゃったので。同窓会企画してくださいよ。やりましょう、同窓会。子供連れてこいよ、子供。せっかくやねんから、その時。本当？サインしてくれる？いや、全然しますよ。うん。ていうかさ、今年15周年なわけよ、メビウスが。20周年、メビウスの続編を撮りますってなった時に、マリナ役としてオファーが来たらどうする？それね、すごくやりたいんですが、お母さんになってしまって、子供を主軸として物事を考えるようになってしまって、その時の子供の状態によるかも。まあ説明もしなきゃいけないし、うん、5年後ってことはさ、子供何歳なんだよ。10歳か11歳だね。あ、まあいろんなことが理解できる年齢にはなってはいるよね。でもさ、なんかママがそうやって、まあ、映像なのかは分からないけどね、映画なのか舞台なのか分かんないけど、表に出るのが嫌かもしれないじゃない。学校で冷やかされたり、そうそう、そういうのとかないんだったら出てもいいかなと思うけど。おお。だから子供と相談して決めますって感じかな。まあな、家族と相談して決めないとな。パパにも相談するだろうし、そういうものがいろいろとまあクリアすることができたら復帰はするんやじゃん、マリナとしては。マリナとしてだったら単発でやらせていただけたら。うん、そう、だってみんなさ、やるよってなってて、マリナのせいでその話が流れたら嫌だもんね。まあその俺はもしやるとしたらやで、まあできればね、揃って20周年なんかやりたいですよね。やりたい。やれるのかな。今ティガがなんか何周年かだよね。いや、コスモスが20周年。あれ、なんかおもちゃ行ったらティガが何周年って書いてあった気がするけど。今のウルトラマンがティガの息子かなんかなの。そうそう、トリガーね。そうそうそう、だからなんかティガもフューチャリングされてるみたいな感じなんちゃう。あー、そっかそっか、詳しいでしょ。すごいな、俺全然わからへんもん、今のウルトラマンとか。知ってるお前、ウルトラマン光なんかあれらしいやん。俺もファンの人に教えてもらってんけど、ウルトラマン光は今のウルトラマンの武器を作ったりとかしてるらしいね。あ、そうなの。へえ、知らない。なんでやねん、色やん。いいじゃん、なんか影の活躍者みたいな感じで。っていうかさ、そのまあウルトラマンに変身って思い出したけどさ、うん、最終回で、まあ、みんなで変身して、なんかさっき持ってたウルトラマンメビウスなんちゃらになるやんか。フェニックスなんとかでしょ。フェニックスブレイドとか。でもそれとは別案で、要は一人ずつウルトラマンになるっていう案もあったじゃない。あったみたい。マリナ的にはどっちが良かった。でも結局そのみんなで変身して結果的に良かったと思う。一人一人別々バラバラより一致団結みたいな感じで。やっぱり歴代のウルトラマンはその人たちじゃないとっていうのがあるよね。ファンも多いし、特にそのダンディ4たちのやつやからな、なるって言ってた。なんかこうちょっとね、もうそれ多いというか、なんというかイメージを崩してはいけないっていうのがあるから、うん、みんなでメビウスにっていう方が良かったと思うよ。
仲間の絆を描いた物語なのでの割にお前一人どっかでスッと行方不明になったやないか。電話番号も変えやがって。またじゃあ絆を結びましょうよ。まあでもね、なんかこう、まあお面越しとはいえ15年ぶりに才川愛が風間まりなの声をこの僕の YouTube を見てる人たちに届けることができて、僕は本当に嬉しいですよ。こちらこそありがとうございます。こんなんで本当すいません。いえ、あ、ちょっと待って、何ちょっと待って、喉乾いた。あ、喉乾いた。リンゴジュース飲む？子供大丈夫？今ね、リンゴジュースこぼしちゃったの。そういうとこはあれやな、お母さんにね、おっちょこちょいなんやろな。え、おっちょこちょいだった私。おっちょこちょいです。嘘、資格ゼロだけど。いや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 、あの、多分あのご主人に聞いてごらん、すごいおっちょこちょいって言うと思うから。でもさ、船をさ、一回さ、中のスイッチ押しちゃってさ、船がめっちゃビーってなってたの覚えてる？その時は、俺は多分いいひんねんけど、あ、マリナならやるっていうことでみんな一致した。非常ベルを君が鳴らしたってやつやろ。現場が大騒ぎ。間違えてるよ。銃持ちながらこう走ってたから、変なところがバッて当たっちゃったんだよ。わざとじゃないよ。いやいや、それがおっちょこちょいっていうね。そうね、そうね。わざとやってたら、それはちょっと頭のイカれてる人やから。うん。おっちょこちょいで大丈夫です。おっちょこちょい。はい。うるさ。ちょっと待ってね。なに？メビウスのさ、ここについてるやつのおもちゃ欲しい。あ、ほんと？メビウスのおもちゃはもう売ってないから、ネットで見よう。じゃあ。それか渋谷さんに言おう。パワーを使うな、力を。聞いてみるかね。いいえ。あ、ワンちゃんいるの？ワンちゃんいますよ。かわいい。あ、ワンちゃん、あ、ワンちゃん見てみな。ほら、かわいいよ。トイプードル？うん。かわいい。名前なんていうの？エル。なんかおしゃれ。見て。エク、何見してくれんの？光で遊びたいの。光？このお兄ちゃん光だよ。知ってるって知ってるって言ってる。リュウタンだよ。リュウ？うん、リュウやで。未来くんはメビウス？うん、そう。未来くん知ってるの？いや、未来くん今会わない方がいい。ちょっと原型が。そんなこと言うな。いっくん、今度また会おうね。え？マリナ、元気そうで何より。ご心配おかけしました。そしてね、なんかこうちゃんとママやってるのとかが見れて、なんか嬉しいですよ、お兄さん的には。お兄ちゃん、ありがとう。はい、そして今日は本当に出てくれてありがとうございます。参加できてよかったです。いや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 、いやいやいや、全然、まあ、あの無理を言って申し訳ないです。ゲスト才川愛さん、風間まりなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またどこかで。バイバイ。バイバイ、元気でね。はいはい、ありがとう。バイバイ。はい。